8月24日、最新セリーグ順位表。1強1普通に CS 争い1火薬庫1食糧難。中日上げてきたな。もしかして中日負けてない？阪神落ちてきたな。巨人上がってきたな。ヤクルトさあ今日くらい勝てよ。明日松田で爆弾爆発しそうやんけ。これはもう3位争い以外、もう確定してないか。阪神戦前にちょろっと貯金貯めて、阪神に全部渡すのを繰り返してる巨人さん。広島今日負けるか。2008の巨人なら勝ってたよな。そういうことやん。広島は負けたら苦しいところで負けてしまったな。広島は4年前の歴史的 A クラスいったあるから、気をつけた方がええで。ヤクルトは明日からの松田が0勝9敗。中日そろそろ頑張らないと優勝逃すぞ。チュニドラの CS って、まだ消滅してないっけ。赤味噌さんによると優勝も、ギリギリ消滅してないらしい。マジかこれワンチャンあるな。広島がこの先で20、10で行っても、阪神は14、19で優勝ってほぼ確定やんこれ。今さら何言うてるねん。とっくに確定しとるぞ。結局2勝1敗だと広島苦しいよね。コメなしクラブは内野に目を得て、ストーブリーグに備えなきゃあかん。ベイスターズなんて優雅くらい尽くしてやるわ。中日の試合がない日に負けると投資先がないからつれえわ。そろそろ米禁止の効果が出てくるから、お前ら覚悟しとけよ。